昭和になってからこっちに移設したんだ、うん、上まで上がっていくの辛いから辛いから、うん、この、うん、あのこれはこっち山神様なんだけどな、はい、これ炭鉱の人が、うん、あの山中一堂って書いてるけど、まあ、これは大正10年に建ってるんだ。おお、うん、でこの神社はこれね、うん、あの天照大神、大神さんとお稲荷さんと、うん、それから大山大社だかの3つの神様入ってるんだよね。すごいな、うん、で結構これね由緒ある神さんなんだよ。炭鉱祭りのように、まあ、子供の神輿が各町内出て、うん、してずっとここに東名3区2区1区、うん、こう各町内が子供の神輿がダーッと来てさ、うん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 、でそこの笹山あるぞ、はい、ああそこに昔相撲の土俵があってさ、あ、うん、じゃあこの辺一体ずっとあの神社の境内っていうか、うん、でそこで相撲大会あったりとかさ、うん、まあいろんなことしてたんだよね、うん、でまあ5年前からもう東名本町町内とうちの町内とで連合でもって子供祭りやってたんだけど、うん、もう子供1人か2人しかいなくなってまあそれで最後さ、でその後まあ一応お花見会と称して、うん、その5月の子ども祭りの日に、うん、まあ本庁は本庁、うちはうちで、うん、年寄り集まってジンギスカンやってるんだ今もね。あ、うん、そして大晦日、うんうん、大晦日初詣じゃん、うん、31日、うん、大晦日初詣は、うん、あの神主さん呼んで拝んでもらって31日の夕方5時に、うん、あの6時に祝詞とあげていただいて、はいはいはい、して氏子さんの役員がここで、うん、あの朝の2時まで晩して朝の2時まで、うんうん、おみくじで、うん、しておみくじ出してやってたんだ、うん、だからまあ今年の元日で終わったわけさ、うん、でも結構あのそういう初詣で0時回ってくるんだ、うん、夜に、まあ数名だけだったみたいだけどね。でこの神社と関わるようになったのは俺があの商売後継いでから、あ、うん、親父がその当時ここの会計、うんうん、神社の会計やってたから、うん、なるほどね。だけどあれだよね、例えばその東名で神社がなくなる、うんうん、ガロ神社は残ってんだよ、うん、どっかの父さんが一人で管理してんだから、うん、お稲荷さんも立ってるしね。で万能さんもまだあるんだよ、うん、そうなんだ。年に1回そこの境内というかそこで町内の人たち集まって綺麗な桜が咲くんだ、そこで花見やってるみたいな。だからいつも、うん、だから今年までは、うん、あの神社のお札各町内会、はい、うん、あの売って、うんうん、皆さんここのお札まだ神棚に祀ってあると思うよ。現実問題ね、やっぱり、うん、あのほったらかすわけにいかないから、あ、そうか、やっぱりちゃんとした形で神社を畳むにはやっぱりもうこれ以上人口が減少する前に本当はねきちっと、うん、あの会費予算集めて、うん、きちっと壊してもらって、うん、きちっとあの神様を畳まんけないからね、うん、だからまあ、来た、もう4町内で守ってたんだけど、うんうんうん、そのうち2町内、うん、町内会解散しちゃったから、だからもうギリギリして、うんうん、しかもあの毎年の、町内のこの神社の維持費っていうのを、うん、まあ3万ぐらいずつ集めてるんだけど、うんうんうん、でそれがもう最後なのさ、うん、だったの。でなんとか繰越金と今年の分で、うん、まあ、ユースフルさんで安く解体してくれることになったのと、うん、あとそこに言うそのね魂を神様を天界に返すのが、うん、一体俺らはもう素人だから、うん、でまあまああれこれ聞いて、うん、できることになったんでじゃあやっちゃおうということになった。